変数の入れ替えってありますよね。int a イコール123、int b イコール456、a と b を入れ替えたい。これを関数でやりますよ。はい。じゃあこれを呼びましょう。実行しましょう。a と b の値。123456、確かに入ってる。スワップ関数を呼ぶ。はい。テンプには今123が入った。で、アストリスク p には456が入って、アストリスク q にも456の状態なんだけども、テンプをアストリスク q に入れるから123になった。はい、結果としまして、a は456、b は123となりました。じゃあ、int じゃなくて、これ、ダブル型にしたらどうなるのかな、これは。ダメですよね。これ、あれかね、もう一個作んなきゃダメかね。ああ、やだ。嫌でしょ、こういうの。これは、ちょっと嫌だな、これ。嫌だけど、まあ、ね、こうすればできる、確かに。はい。バカバカバカしいね。もうさっきも確認したしね。いやーこれは嫌だわ。まあ、さてそんな場合にですね、いい方法が実はありましてね。int ダブルね、そこだけが違うわけでしょ。これ int int、ここも int ダブルダブルダブルでしょ。他全部同じだから。ここをこう考えます。intとっていう部分をパラメータ化してしまう。int 型ではなくて t 型である。こうです。 t 型のデータを指すポインター変数 p、 t 型のデータを指すポインター q、 t 型の一次変数テンプ、そういうふうに捉えます。それでね、 t というのはですからね、型のパラメータなんですよっていうのをテンプレートクラス t。 クラスっていうのはクラスのことではなくて型のパラメータですよ、 t は。でそういう意味です。こうしますとね、これもういらない、消す、出来上がりです。楽ですよ、これだとね。1個書けばいいわけですよ。こうしましょう。もう動作はさっき確認してますんで、結果だけ見ますね。スワップを実行しますよ。F10 キーを押す。はい。A の値見ます。456。B の値見ます。123。うまくいってます。こちらもね。はい。C の値見ます。456で456。T の値、123で123。ね。うまくいきました。こんな感じでテンプレートを使うんだけども、これちょっと気になるかな。ポインター C++ ですからね。これにしようかね。参照。アストリいらない。アストリスクいらない。こうでしょ?こんな感じで。そうしますと、こうです。はい。こうです。これでいい。まあ、実行は省略しましょう。さて、このスワップというものはですね、int をダブルで使いました。他はどうかな、これ。文字列やっちゃおうかね。こうして、こう。これ文字列。使えるのかな、これ。大丈夫ですね、ビルドは。実行します。まあ、ビルド大丈夫なら大丈夫ですよ。うん。これは今 P がね123、Q が456で、テンプに123入って、ね、で P の方 456、Q にも456なんだけど、テンプを入れるから123。大丈夫ですよ。ちゃんとできました。なんか何でも良さそうな感じしますね。数値系はいいでしょ。int でもダブルでも、フロートでもショートでもいいんだなって感じですね。文字列まで大丈夫。ちょっとこれ思い切って、ストリング型。これだとどうなるかな。std ストリングにします。で、実行。
行しますよ。はい、じゃあスワップ関数に入っていきますよ。 F11 キーを押します。あれ、なんだこれ。いや、今 F11 だ。 F10 じゃないよ。 F11 を押した。スワップ関数に入ってこないんだけど、何これ。はい、ちょっとこれももう一回やります。いいですか。 F11 を押す。あれ、入っていかないわ。何なのこれ。もう一回やる。はい、ここでマウスの右ボタンを押します。 STD コロンコロンスワップ、ここクリックしますよ。これ、あー、何これ。このスワップでも誰が書いたのこれ。ということで C++ 標準ライブラリーのね、中のスワップ関数に飛んでいってしまいました。でそれやられちゃったら、だって実験にならないじゃないですかこれね。いや、これは面白くないな。これと、どこ作ったスワップに来てもらいたいとね。はい、こういう場合ですね、コロンコロンって書きましょう。で、さっきのは std コロンコロンスワップだから、そっちに飛んじゃった。引数がそうだからね、引数の関係で std の名前空間の方に飛んじゃいましたんで、ね、ここ、名前空間もないですから、ここのスワップにしてもらいますよっていう、そういう指示です、これは。じゃあ、気を取り直してもう一回いきましょう。F11 を押します。あー、来ました。はい、よかった。はい、 A は C56、 B は123ということで STD ストリングにも使えましたね。よかった。本当にテンプレートって便利ですね。ストリング型にも使えてしまった。じゃあファイルどうかな、ね、FStreamとしまして、で std そうね、 ofstream こんなんでどうですかね。どうするか、 a 点テキスト b 点テキストにしますか。ファイルを作ると、出力用ファイル、これどうかな。ビルドします。あー、なんかエラーが出てますね。なんなのこれ。削除された関数を参照しようとしています。オペレーターイコールの宣言を確認してください。関数は明示的に削除されました。何これ。しかもどこですかこれ、場所。あ、これがダメ。次は、次何これ。あ、これ標準ライブラリーの中でエラーになっちゃってる。ね。はい。これはね、難しい話になってしまいましたね。ここ見てください。T、ファイルでしょ。テンプ、まあこれだからファイルになる。T っていうのは OF ストリーム型です。こんなことしちゃっていいんですかっていう、そういうエラーですよ。ファイルってコピーできるんですか。ファイルオブジェクトです。ファイルコピーはできるけど、ファイルのこれ、OF ストリーム型のオブジェクトコピーできるんですか。できるわけないでしょそんなことっていう、それをやっちゃってる。こちらもね、 P2Q を代入しちゃってますよ。これこれもそんなことできるわけないでしょう。スワップというのは変数の入れ替えを行う関数として作ったんだが、なんとコピーしちゃってたんだね。コピーダメでしょと。まあストリングの時も実はね、ものすごい長い文字列、ストリング型に入ってたらまずいでしょ。1ギガの文字列入ってたらまずいでしょ。それコピーするんですか。まずいけど、まあでも動くんだけど、ストリングは。そういう無駄コピーをやってしまう。で、OF ストリームの場合は無駄コピーとかそういう話じゃなくて、そもそもできないんだから、そんなこと。っていうエラー。はい、ちょっと。そういう前置きが長くなってしまいましたが、この場合ですね、コピーしない、 std move です。ここも std move です。ここも std move です。移動です。で、まあ move 使いますには、ユーティリティこれをインクルードします、うん、これでどうだ。はい、大丈夫ですね。
まあこれ確かめようもないんだけども、まあ普通に動いてますねと、それで十分でしょう。はい、こんな感じです。ちょっとねこれ難しい話になっちゃいましたね、まあですからテンプレート関数、これは型をパラメータ化したものです。でこの型の部分にもういろんなものを入れられて便利ですねってことなんだけど、うまく作らないと使えない型が出てきたりしますよってことです。今ちゃんとした作り方にしましたんでね、 OF ストリームにも使える。もちろん普通のイントでもいいんですよ。またちょっと戻しておきましょうか。こうですね、はい、普通のイントです。別に問題なく使えます。ムーブがなんかね悪さしたりはしません。ちゃんと入れ替わってる、こういうわけです。ですからこう書いとけばいいんです。まあその標準ライブラリーにスワップがあるわけだけども、まあこういう形ですよね、基本的なところは。はい、そういうことですんで、テンプレートはうまく作るといろんな型に対応できるんですよ。うまく作ってないと、まあそのいくつかの型に使えるだけ、他には使えない、こういったこと。まあそれでもね、しかしそれでもイントとダブルに使えただけでも嬉しいよねっていうのはあるかもしれない。だから そこまで そんなあのムーブとかねややこしいところまでいかなくても一定程度はの便利になるんじゃないでしょうかね。ただし注意点として申し上げますけれども、先ほどストリングの1ギガの文字列あたら当然ですかっていうね、それ動いちゃう、無駄コピーせっせせっせとやって動いちゃう。ですから注意深く作らないと、動くには動くけども性能があのとんでもなく悪いものになってしまう恐れがありますね。そういう点はちょっと注意、やはりあのいきなりその完成版のテンプレート関数ができないにしても十分意義はありますよと申し上げましたが、しかしやはりそういうあのパフォーマンス上の落とし穴というものはありえますので、そこはご注意をいただきたいと思います。まあ今回このスワップというものを使いましたが、標準ライブラリにスワップがある、従いまして標準ライブラリのスワップを使うのがまあ当然の選択と言えます。今回は実験のためスワップ関数とかあるんだけど、作らなくていいんだけど、あえて作ってみたということです。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。